なんだかんだ自分って架け橋になって犠牲になっていくタイプだと思うんですよね。でも自分が切り開かないと多分日本人この舞台に立てないと思うんで。負けた後に、まあ、家帰ってロイと会った時にあロイってこうずっと撫でてました。家族ロイだけですからね、だってアメリカで。だったら教授一回こっちに帰ってこないか。自分はいつでもこう前しか見てないんで、自分はまあもちろんそれは悔しいし、まあ、次勝つっていうだけです。それだけ、もう単純に次勝つ、まあ、次またやり返した時に盛り上がるでしょうかという話じゃないですか。彼が笑っていなければこの国に日は差さないから。今年32っすよ。早いっすよね。おっさん教授っすよ。見た目変わんないっすけどね。ベルト持ってる以上は一回も顔出さねえのか1年みたいな。まずいじゃないですか。サクリバンさんが持たせてくれたっていうか、それを借りを反対しに来たっていう感じですね。史上最強のメイドインジャパン、1年9ヶ月ぶり日本のリングへ。草刈り札幌金太郎。全然ビビってない。黙っとけやって思いますね。俺と森口の勝負やし、勝てる確率は何パーかある。もうそれで十分やと思って。格闘技って生きるか死ぬか、意識あるうちは可能性絶対あるから。ほんまにギャンブルの人生歩んできたんで、白か黒かで生きてきたから出し切りたい。こんなもんじゃない、一番自分が思ってて、そこは自分結構イラついてるんで、イラついた時一番多分強いと思うんですよ僕。カイ君が勝った試合とかも見てると思うんで、ああいうところも狙ってくると思うし、一発があるんで、まあ、そこだけを狙ってくると思うので、みんなが見れない堀口を引き出したろうって。死ぬ前とかって冷静じゃないと思うんですよね。死を感じたりとかしたら、何でいちいち自分から人生かけてますなんて言うんで、背中見てなってなるから。黙ってます。黙って練習してや強くなるから。自分はずっともう5歳からずっとやってるわけじゃないですか。エース、愛すべきアウトロー堀口教授 VS 金太郎。何はの悪道か、最強のメイドインジャパンか、湘南美容クリニックプレゼンツライジン38キャインマーケット。心境ですか。怖いですよね。怖い。純度100。こんくらいの隕石がちょうどリングにぶっ壊して、ちょっとこれできねえよみたいななっちゃう。ない。喋ったことないよね。ないか。ないか。マジで行くよ。ない。でも入場料かかるじゃないですか。
やるしかないっていうスイッチバツッと入れ替えですよね。プロ51戦毎回怖かった、それでも戦ってここまで生き残ってきた、毎回怖かっただから強くなれた、今アイアンスパイダー戦いのスイッチオン、大原樹里。ブラジルからルイス・グスタボ、4月のライジントリガーでは約4年ぶりの対戦となった八千代をその拳で返り討ち、ファベーラの反骨スパイダールイス・グスタボ。第1ラウンドのゴングです。まずリングのセンターを取りました、オーソドックスに構える大原樹里。まずは左のミドルから入ってきました。大原選手本当ここ数試合すごくいい感じ、中に入っていたり、はい、思ってる以上に踏み込みのスピードすごい速いな、想像以上にあったのかなと思います。はい、この距離感というのはいかがですか。これはあの、大原選手の距離だと思います。なるほど、はい、下がったらやられると思ったんで、前に 出るのがやっぱ向こうも一番嫌がるだろうと思ったんで、それで行きましたね。ディアトロカドル、uma luta muito boa para mim, mas aquilo que eu falei, pô, se trocar comigo vai cair.今左に入ったよ。さらに右の膝、右に入ったよ、横を向いてしまった、効いた、効いた、効いた、これが必殺仕事人、勝者ルイス・グスタボ。The winner from Brazil, Luis Gustavo。おい、何分の方ですか。え、何分。マジかー。え、何負け。俺って倒れるんだな。倒れたな。倒れても立ち上がって殴ればいいでしょうと思ったんですけど、意識飛ばされちゃったんで、まあ、そこがちょっとやっちゃったのかな。このスタイルで今回負けちゃったんですけど、このスタイルを信じて、まあ、僕はずっとやっていきます。もう muito feliz em estar aqui com a vitória。O objetivo é o de sempre, né? Disputar o cinturão. E tô aguardando aí, esperando, não me machuquei. Eu vou me tornar com certeza. Tá no caminho. Obrigado, gozaimasu. あの大晦日以来9ヶ月ぶりの復活です。ライジンバンタム級ジャパングランプリ2021覇者、大木久保博正、妻もめとりました。そのお腹には命が宿っています。やっぱ一本 KO でバーンと決めて、わーってやりたいです。大韓民国軽量級最強の男、強いやつ、来た。これまでワンチャンピオンシップ初代バンタム級、さらには東部 FC バンタム級王者にも輝きました。対日本人7戦7勝、日本人キラー、キム・スーチョル。はい。さあ、拳を合わせます。はい、あ、近い左フック、この逃げました、ワンツーストレート。通常この距離やりたがらないんで、あ、左、はい、もらったし、ちょっともらってしまった。 KO を一本今回は狙おうと思って、いい、出た、効いた。何発か手応えもあったし、すごくタフでした。レイちゃんだ、このラウンド勝ってるから、自分からスクランブル仕掛けてそれを解除しに行ってる。左打開している、うわー、1個入ったな。右もらって、完全に二重になってたんで、初めての経験だったんで、やべえと思って、ちょっとぼやけて今見てるかも、見えてるかもしれないです。色気出しすぎたのかな、ちょっと自分らしくなかったなっていうのがあったかもしれないですね。でもこれも超スクランブル、はい、これも大木久保、お腹にはお子さんも宿ってます。ここも切る、逆に首取った、これ得意ですよ、どうかな、はい、いや、ちょっとこれ入ってますね、入ってます、落ちた、もう取りかけています。決まってたんですけど、落ちたと思って一瞬緩めました。목으로걸리는길루틴이아니라팔도같이이렇게감싸는원암길루틴이라서抜く、抜いた。あそこも決めきれないっていうのがね、自分の弱さでもあるんで。青、キム、ジャッジ片岡、青、キム、キム・スーチョルの名前が3人、キム・スーチョルがグランプリ
いや壮絶な削り合いでした。あ、何やってんだ本当に。本当にキム選手がタフで僕の方が削られてしまったなっていう風に。乾杯にしたい。いや全然乾杯じゃない。ズバリちょっと今日は大きくもなしじゃなかったって感じですね。もう一回やろうって感じですね、うん、これを背負って生きていくしかないんで、また試合で取り返すしかないですね。這い上がるしかないかなと、そこを見せていこうかなと思います。솔직히말하면은선수한테는정말미안하지만얼마나강한지알고있습니다저도아이가이제저도이제10주예요저같았어도오기쿠보선수같았어도제가오기쿠보선수였어도그상황에서어떻게든버텨냈을것같습니다2라운드에 KO 를시켰으면은쿄지선수를좀콜을하려고했어요일단기회만주신다면뭐좋은경기로임하도록하겠습니다すごいミクル君頑張りましたよ。しかも相手はねやっぱり百戦錬磨のボクサーですから、やっぱチャレンジしてるなと思いました。いよいよ次第38始まります。まあそうですね、徐々に、はい、まあ、自分の試合の前にもっと高めていこうかなと思ってます。まあ明らかに堀口選手って言われてるけど、でも、まあ、自分はそれに選ばれたってことを誇りを持ってしっかり試合したいですね、はい、試合のポイントは金太郎がどこまであのスピードに慣れてるかっていうところですね。でやっぱ最初はやっぱもうあの距離感で試合をしたことがないから、やっぱ戸惑いがすごいあって、でどうしてもちょっと分かれへん。でそこからずっとやっていって、でもう最後の、追い込みの週にはやっぱすごい目が慣れてきて、あこれいけるんちゃうって、合わせれるんちゃうって言って、チーム大阪で今回は話し合いしながらここまで来ました。今日のその今の表情を見る限りいつもと全然違うんで、相当もう気合も入ってますし、まあ、覚悟も決まってると思うんで、まあ、その思ってるような試合にはならないんじゃないですかね、はい、金太郎選手の入場です。解放された殺しの眼光朝狩り八方金太郎が人生最大のアップセットを狙います。バックボーンは柔道でもレスリングでもない喧嘩式殴り合い。まさかに殺法暴発まで間もなく、金太郎が史上最強のメイドインジャパンを破壊しに行きます。堀口恭司選手の入場です。ライジンの王は敗北の過去なんかにとらわれない堀口恭司。ああいうボーンとかいう音とかしちゃったのってなるみたいな、そこは日本のいいとこかなと思います。敵を仕留めに行くスタイルはいつもと同じ、そこに進化の手応えを手土産に帰ってきました。ならば見せてもらいましょう。アップロードされ最強生命体を出した史上最強のメイドインジャパンを。ライジン38メインイベント、王者の帰還堀口恭司、そしてアップセットを狙うは人生大逆転を狙うは金太郎。さあ始まりました、ボンテギアに飛び込んで右。さあ始まりました、ボンテギアに飛び込んで右。サッティング、そしてハイキックを出していきました堀口恭司です。そしてローキックを返していきました金太郎です。堀口選手ダイブ、今ちょっと嫌がってますね、はい、平田、堀口
これはちょっと効いてるでしょうか。いや、こうしたらちょっと今の一撃はですね、はい、これ堀口にとってはどうでしょうかね。そうですね、微妙にだからその距離の設定のところで、はい、いやいやいや、It's like flush down。 いや、フルカブ。いや、おおと思いましたけど、まあ全然、まあ、あの意識あったんで。感触あって、ここで行かなって思ったんですけど、うん、まだ生きてる感じしたから、だから、ちょっと、なんかあそこに全部出し切れて出なかったかな。あそこで行ってたらどうなったかちょっとわからないけど、行かせへんのが相手の強さに、はい、起き上がったところに浴びせていきます、金太郎。さっきのもそうだよね、これが金太郎選手得意なんで、はい、おあ、逆に逆に拾って、まずは寝かしてここで一回追いつかす、堀口コーチです。ここはじっくりやると思うんですよね、今膝の周囲の形バックを、バックを取ります。まだこれ返ってますね、股のポーション回転していきました、金太郎です。そしてパウンドを放っていこうという堀口です。向き合う、正解しました、はい、おー取った、スタンドの状況になりました。ここでいいぞいいぞいいぞ、格闘技戦でって金太郎。そしてローキックでした、パンチを合わせていこうとしています金太郎です。カーフ蹴ってくるのに当てに行くっていう作戦の中であったんで、研究してるなっていう動きでしたよね、うん、でも自分はそれがもう分かってたのでアジャストしながら戦ってましたね。堀口教授、そして右左の反撃、速攻を押されています。範囲が効いたんですよ、なんかね、結構ずっとクラクラしてましたね、なんか分からんけど。ただブロックしています、左のパンチを警戒している堀口。カウンター、はい、右のカウンターありました。テイクダウン取って、まあ、寝技で決めるっていうプランだったんですけど、1ラウンド目で欲張っちゃって打撃ばっか打ってて、マイク・ブラウンが何をやってるんだと、早くタックルに行けと言ってました。はい、金太郎も勝ってるから勝ちきれ、徹底的に倒せ。金太郎またカウンターを合わせてくるでしょうか。そして大きく見出し左を合わせていこうとしました。さあまた堀口がプレッシャーをかけていきます、飛び込んできた、そのセットを狙っていく、タックルに入っていきました。すごく警戒しながらパンチ来てくれたんで、そこでバッと入っちゃいました。はい、あ、これも入れると思ってもう入ったっていう感じですね。動かざるを得なくなるんですよ、金太郎選手。なるほど、バウンドポジション取ります、はい、はい、バウンドポジション取りました、堀口教授です、はい、ナイス。 If he rolls, don't go under him, stay on top. Big elbows here, champ。 これ肩がためのセット、はい、なるほど、本当に、はい、そうですね、はい、アームトライアングルチョークに入っていくでしょうか、はい、セットに入っていこうとしています、堀口です、はい、そして左足のシュート、ここから締め上げていく、はい、締め上げていく、アームトライアングルチョーク、ブレッジよ、ほら、そこ諦めんな、金太郎。さあ動きは止まるか、力が抜けていく金太郎、まあ、必死には対応したつもりなんで悔いはない、締め上げていく、アームトライアングルチョーク、ファイトスト、格闘技こういうことがあるのでやっぱめちゃめちゃ面白いんで、あのぜひ会場に来てください。やったよ、やった金太郎、うわぁ金太郎やりきったから悔しいね、ええね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 え、お前やりきったから悔しいね、それでええねえ、もうあいつが作らしたね、お前が作らしたね、もうあいつが唾液であかん思ったよ、唾液じゃ部が悪い思ったよ。僕は喧嘩をしに来たんで、そこが負けたポイントやなっていう、その格闘技のスポーツっていうのにはやっぱ負けたんで、これと格闘技のそのスキルをしっかりつければ
の思い描いているところまでいけるかなと思います。日本の舞台でやっぱいいっすね、はい、気持ちいいっすか、はい、まあ勝ったんですいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ強かった。いやめちゃめちゃ強かった。根性ありましたね。いやすごいっすね。しかもダウン取られたし。いや後ろ回りで迷ってしまいました。どうしたらいいかちょっとわからなくなって今度ぜひ一緒に練習しましょう。お願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。マジまたこれで負けんのかと思ったね。自分よりもみんながほっとしたと思うんです。マイクブランコーチからはもう何やってもらってくらい、もうずっと怒ってました。何やってんだみーみたいな言ってました。当たり前に勝たないとなんない。ここから修正して、まあ、もっと精進しないとなって感じです。やっぱり2連覇してなんていうんですかね、この野郎っていうのもありますよね。誰が何言おうと俺がやりたいことなんで、まあ、そんな人が言うことなんて、まあ、全く気にしないんで、ベラトールでも誰でもしっかりと海外でも勝って、まあ、どんどん上に行きたいなと思ってます。格闘技どんどんこう波があるじゃないですか。それを途切れさせないようにどんどん続けていって、まあ、もっとメジャーにつなげていきたいなと思います。これだから格闘技は面白いんです。絶対に目を離さないで会場で見てください。ありがとうございました。